ミッキー・ナックルズはアメリカ合衆国出身の女子プロレスラーである。得意技はカワダキックやジャーマンスープレックスやノーザンライトスープレックス。現在はトレーシー・スマザーズの隠し語、ギミック・イザベラ・スマザーズのリングネームで活動している。いわミッドサウスを主舞台として画オや蛍光灯や有刺鉄線などのスーパーの狂気を用いた。 デスマッチを男性レスラーをも相手にして戦いつつ、いわイーストコースと、いわディープサウス、チカラ、ゴなど、数多のプロレス団体を股にかけて活動している。インディアナ州のクラークスビルというオハイオ川沿いの町に、生を受け、イアン・ロッテンとクリス・ヒーローからの訓練を経た上で、2003年の8月2日に、いわミッドサウスのマットを舞台にプロレスラーとしてデビュー。そのデビューの場となったのは、 この団体の主催するキング・オブ・ザ・デス・マッチという大会、基本的には男性レスラーのみが参加していたデス・マッチの大会であった。それからというもの、その岩ミッド・サウスを主戦場としておびただしい量の流血を伴う、いわゆるハードコアの世界で歴戦を重ねた。多大な流血を伴うデス・マッチを含む試合をスータの男性レスラーらを相手に行ってきており、共に リングに上がってきた男性レスラーには、その下るイアン・ロッテンとクリス・ヒーローをはじめ、ネイト・ウェップ、サビアン、ブレイン・ダメージ、ドレイク・ヤンガー、トビー・クライン、ネクロ・ブッチャー、ニタフトニー、マット・マン・ポンド、エディ・キングストン、ディッキー・レース、グラン・アクマ、アクセル・ロッテン、デボン・ムーア、ユース・スー・サイドなどといったメンツが含まれている。そうした中で2005年にはカリフォルニアを本拠地とする、 オールプロレスリングというインディ団体の主催によるチックファイトという大会の第3回に参戦。女子プロレスラーのみが参加して戦うこの大会にあって第1戦目でティファニーという選手を下したものの第2戦目で吉田マリコに敗れ退いた。この年にはミスシェフの保持下にあった岩ミッドサウスの女子王座に挑戦しこれを奪取している。2006年の11月には はミッドサウスのクイーンオブザデスマッチの初大会へと参戦し、1回戦2回戦とデスマッチを勝ち抜き、ついには決勝にまで進出。やがて決勝戦で、小崎真由美を相手に、傾向と観客持参競技、ロープなし有志鉄線のデスマッチを戦い、これに勝利を収めたことで、この大会の優勝者の座を体感するに至った。 その翌2007年にもこの大会へと参戦した上で、有志鉄線ロープや有志鉄線バットを用いた、テスマッチを1回戦2回戦3回戦と、勝ち進むも、決勝戦の傾向と有志鉄線デスマッチで、ルフィストに敗れ、惜しくも、覇者の座にまでは至らなかった。8月には、男性レスラーのチャック・テイラーを、ストリートファイトで下して2度目の岩、ミッドサウス女子王座を退官。 2008年になると、コンバットゾーンレスリングのマットに参戦し、同じくハードコアの世界に名高い存在となったルフィストと対戦。さらには CZW のデスマッチの祭典、トーナメント・オブ・デスの第7回目の大会に初参戦。これは、トーツの歴史上初の女子レスラーの参戦であった。ちょうど同時期にあっては CZW のベスト・オブ・ザ・ベストにルフィストが 女性レスラー初の参戦を果たしてもいた。いわミッドサウスのタッグ王座に、初の女子プロレスラーとしてその名を連ねることにもなった。この年にあっては、トータルノーンストップアクションレスリングのマットに、ムースという名で、初参戦し、ロキシー、オーディブ、ゲールキムなどといった面々と共にティネインパクトで、脚光を浴びた。ティネから、解雇されてからは ICP が主催する、JCW へ参戦。 同団体に参戦していたトレイシー・スマザーズの隠し語であったというギミックを使うことになり、イザベラ・スマザーズのリングネームで活動することになる。この時期からデスマッチから正当なレスリングをするようになり、2011年にはオーベと契約した。ありがとうございます。